わっさー、皆さんこんにちは。ディリゲントの下村です。はい、今回もですね、タッチのタッチディスプレイについていろいろと解説をしていきたいなと思います。今回ですね、またこのちょっと、見づらいので画面を、周りを暗くして画面を出しているんですが、今回ご紹介するのはですね、今ちょうど2デッキのモードになってるんですが、こちらですね、ここノイズリバーブ、ワウワウって書いてあるんですけれども、まあ、いわゆる音声のエフェクトですね。この音声のエフェクトを、実はですね、これタップしましょう。ノイズ。今僕ノイズってとこタップしたらこんなものが出てきます。これですね、いわゆる XY パッドがなんとここで、こういう感じで書けることができるんですね。今、これ僕手で動かしてるんですけれども、この横軸に関しては実は、さらに、後でお見せしますが、フェーダーの方でも操作することができるようになってるみたいです。こんな感じですね。手でのタッチもこんな感じにグニ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 動くし、後で見せるフェーダーの方でも、これは X 軸か。X 軸の方に、であれば操作が可能と。まあ、こんな感じですね。いうようになっております。で、これちょっと戻りましょうか。他にも、リバーブとかも同じように XY になってますね。ワウも同じです。ですね、こちら、今、ノイズというところをクリックしました。で、クリックしたんですけれども、こちらでですね、よいしょ。ノイズ。じゃなくて、ここ。はい。こんな感じにエフェクトを出すことができて、で、さらにそのエフェクトの切り替えというのもできるようになってるみたいですね。はい。で、さらに FX のテンポとかもあるみたいですね。まあ、こんな感じでタッチすると、テンポが同期されるというものみたいです。はい。ではですね、まだちょっと発売前なので、見せられるところがちょっと限られてきちゃうので、今回もちょっと短い内容になってしまうんですけれども、引き続き製品版としてリリースされるまで、できる限り、伝えられる情報は伝えていきたいなと思っております。はい。ではまたですね、次回。タッチについて触れていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ほーん、バイバーイ。